公共工事前払い金保証事業とは、国、地方公共団体、その他外各団体などが、公共工事を発注する際、受け負い者への工事代金の一部を全金払いする場合、この前払い金額を、保証事業会社が、発注機関に対して保証する事業を言う。公共工事の前払い金保証事業に関する法律に基づき行われている。一般には、 前払い金保証と称されている。また、保証事業会社は、公共工事の入札参加時に必要な入札保証、受け負い契約締結時に必要な利口保証も行っている。ただ、保証事業会社は、同法第19条により兼業が制限されているため、前払い金の支出が予定されている工事について、利口保証を、前払い金保証の特約、 入札保証を、その利口保証の予約として位置づけて、利口保証と入札保証を実施している。一般に、公共工事が発注される場合、その代金は発注者が研修した後に全額、支払われるのが原則であるが、その研修前に代金の一部を支払うことが多々ある。民間同士の契約でいう前払い金と同義である。このような手法が行われるのは、 建設業が典型的な受注産業かつ屋外移動産業で労働集約的な産業であるため資産背景に乏しく資金調達力に欠けているのに、非して公共工事の契約は多大な金額になるものが多く着工資金も多額の資金が必要である。そのため着工時に代金を支払わなければ受け負いに用した資材購入費等の資金負担は受け負い者が 全額負担することになり、小規模事業者にとっては特に負担が重い。その負担を軽減するために受注者の求めに応じ、発注者が代金の一部を着工時に支払う制度が設けられており、受け負い契約の書面にも明文化されている。しかし、発注者の立場からすれば、試行もされていないのに前払いを行うにはリスクを伴う。 もし前払い金の支出を行った請負い契約が、請負い者の責めにより解除された場合、工事の出来高が、前払い金額未満であれば、発注者はその差額の損害を被ることになり、そのままでは、損害は原資を投じた納税者が負うことになる。とはいえ、発注機関としては受注者の責めによる税金の損害を自ら負うのは困難であるため、 その損害が発生した場合に損害を添付する制度として生まれたのが公共工事前払金保証事業である。公共工事の前払金が支出される根拠としては国においては会計法第22条及び予算決算及び会計令第57条地方公共団体においては地方自治法第232条の5第2項の規定である。国及び 地方公共団体に準ずる。その他の団体は、それぞれの主管の組織に準じている。例えば、東京都住宅供給公社は、東京都の規則を援用している。工事着手前に支払われる前払金の率は、通常は、受け負い額の30%が基本となっているが、建設業の資金調達が厳しくなっていることを踏まえ、発注者の判断により10%の加算が行われ、 40%以内の支出となっている発注者が多い。さらに、契約約款によってはこれに付加して、一定の工事履行後に、中間前払い金を20%請求することもできる。これにより前払い金支出額は、請負い額の最高60%まで可能となっている。まず発注者が工事を発注し、請負い者が落札する。この時に契約約款内に、 代金支払い条項が入っており、全金払いの支払い条項があることが条件となる。支払い条項は、通常、全金払い、部分払い、完成払いが選択できるようになっており、標準では、全金払い条項が入っている。前金払いの支払い条項がなければ、前払い金は当然支出されない。契約内に全金払い条項が入っている場合に、受け置い者が、 発注者に対して全金払いを請求すると発注者は契約に基づき前払い金を支出することになる。しかし何の担保もなく前払い金を支出することを発注者はしない。その時に前払い金保証事業会社による第三者の保証イコール前払い金保証が必要になりこの前払い金保証会社が発行する。 前払い金保証証書を前払い金請求書とともに発注者に請求することで発注者は前金払いを行うことができる。これは各発注者で手続きが決まっており通常は契約規則や財務規則などで定められている。保証事業会社に前払い金保証を依頼する場合は受け負い者が保証事業会社に保証を申し込む流れとなる。このため 保証契約の観点で見た場合、契約上の関係は、保証契約者イコール受け負い者、非保証者イコール発注者、保証人イコール保証事業会社となっている。これは、受け負い者が保証料という費用を払って発注者のために保証契約を行う関係になっており、民法上の第三者のための保証契約と位置づけられる。前払金保証は単純に、 発注者が前払いした金額を保証するものと考えがちであるが実際は違う。前払い金保証の保証範囲は前払い金額を限度とした発注者の寄払額である。発注者は工事施行中に前払い金だけでなく部分払いを行っていることもある。この前払い金と部分払いを合わせたものが寄払い額となる。つまり保証がついていない部分払いについても 前払い金保証は保証範囲としているのである。この点については全く知られていないと言ってよい。例えば、つまり、前払い金を超える出来高があっても、部分払いの額によっては、保証事業会社は免責されない場合もある。発注者は、部分払いを行う際、業界の慣例に従って、9分金払いを行う。一般的には、部分払いイコール。 出来高で算出されることが多い。したがって、前払い率が40%の場合、出来形80%以上にならなければ、保証事業会社は保証金支払いリスクから完全に免責されないことになる。例えば、受け負い額1000万円で出来形80%の場合、前払い金額400万円。 部分払い額も400万円でき払い額は800万円となり、出来高と同額なので、保証金支払いは免れる。この場合の出来価た80%または出来高800万円のことを面積点という。前払い金保証は以下の機能を有すると考えられている。前払い金保証事業会社は、戦後、各地域の地元建設企業及び、 複数の大手銀行等の出資によって設立された。上述の前払い金保証の機能によって、保証事業会社は、戦前まで反封建的労務形態で遅れた、産業の代名詞であった、建設業の飛躍的な近代化に大きく貢献した。しかし、1990年代以後の財政改革がもたらした公共投資の縮小により、各保証事業会社の収益も、 現象の位置図をたどっている。このため、保証事業会社の存続は、前途多難であり、前払い金保証事業も利口保証などと同様に、損害保険会社や金融機関などにも認めるべきという意見がある。しかし、建設業には、工事の進捗状況や資金繰りの把握など建設業を、特有の事情により、 信用状況を把握することが難しいことに加え、損害保険会社や金融機関には前払い金が工事に適正に投入されているかを確認するためのノウハウがないなどの課題も多い。また、損害保険会社や金融機関は利口保証や入札保証による建設業界への予信負担が重いため、建設業界への予信拡大に慎重姿勢であるとの指摘もある。 このため、建設業界では、建設業への専門的知見が豊富な前払い金、保証事業会社は建設業専門の予診機関として重要であり、前払い金保証事業だけでなく、損害保険会社が実施している、液務的保証等、建設業向けの各種保証業務を実施してほしいとの意見が根強い。公共工事の前払い金保証事業に関する法律、 が施行された1952年以降半世紀に、渡り、西日本建設業保障、東日本建設業保障、北海道建設業信用保障の3社、体制であったが、2002年には、愛知県内の建設業協会員や、コンサルタント協会員が出資した、中日本建設業保障と、愛知県内の電気工事企業やコンサルタント会社が、出資した、 日本公共事業保障の2社の新規参入が認められた。いずれも当時愛知万博や中部国際空港などの建設ラッシュに湧いていた名古屋市を拠点としていたが、愛知万博後の建設投資は右肩下がりとなり、資本力に劣る後発2社は設立後から7年で撤退。現在は再び3社体制に戻っている。前場来勤保障事業会社は次の通り公共工事。 前払い金保証事業は、総務省統計局が所管している、日本標準産業分類では、に分類されている。直接的、表面的、法的には、こうした関係にあるが、保証料は、当該工事に限定された費用であることから、当然に受け負い者は保証料分を、工事代金に上乗せするため、間接的、最終的、実質的には発注者が、 自分のために保証料を負担している。1967年5月改定版から登場している。ただ、1984年1月改定版までは、具体例として、北海道建設事業信用保証株式会社、東日本建設事業信用保証株式会社、西日本建設事業信用保証株式会社と誤った会社名で掲載されていたが、 1993年10月改定版からは、公共工事前払い金保証事業会社という表記となっている。日本標準産業分類2007年11月改定版。ありがとうございます。